9日に迫った韓国大統領選挙は最後の週末を迎え、与野党の候補がラストスパートをかけました。与党のイ・ジェミョン候補は過去に市長を務めたソウル近郊の都市で実績をアピールしました。一方で野党のユン・ソクヨル候補は現政権の批判を繰り返しました。また昨日から行われている期日前投票は過去最高の投票率となっていて関心の高さがうかがえます。